はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4やっていこう。ちょっとこれまでの流れを整理しようかな。まず、その息子、ショーンの手がかりを探るべく、この連邦最大の都市と言われてる、ダイヤモンドシティに前回行ってきて、で、そこで、誰だっけな、そこの市長とパイパーという新聞社員の女性が口論をしてて、で、そのパイパーという人から、なんだっけな、その息子を、息子探し の助けになるかもしれないということで、探偵のニック・バレンタインっていう人を紹介してもらったけど、その人がさらわれている可能性があるということで、その人を助けてあげて、そしていろいろ話を伺ったりしたら、ケロックという人物がその息子誘拐とあと妻の殺人に関与している可能性があるということで、昔数年か前までダイヤモンドシティに住んで、ダイヤモンドシティに住んでいたというから、そこの家を行って、でそこに葉巻があったので、その葉巻をドッグミートに嗅がせて居場所を今探していると。多分ドッグミートは今ダイヤモンドシティ近辺にいるのかな。で今回はとりあえずメインクエスト1回置いといて、もう たまりに溜まってるこのサブクエストを紹介していこう。これやっていこうかな。このセンパーインビクター、誰だっけ、 BOS のパラディンダンスに協力途中までしてあげて、まだ全部やりきってないから、これ参加してあげて別のクエストを手伝ってあげる。で今ここレッドロケットのスタンドにいて、バレンタインも今連れてきてる。ニック、何か言おうか。彼は反人造人間。一緒に行こうかな。行こう。そうするか。一緒に来てもらおう。でせっかくだからパワーマー使おうか。パワーマー改造してそのまましばらく使ってなかったので、まあ、これほとんどレイダーの装甲だけど、ちょっとアイテム整理しよう。よし、フュージョンコアを今、一つだけ今、持ってて、そして今、パワーマーの方にも一つ入ってるので、二つ用意して、じゃあ、パワーマー使っていこう。で、何回か前の動画で言った通り、フュージョンコアが切れそうになったら、取り出して、で、お金にしちゃうと。バレンタインも来た。よし、それじゃあどこだっけ、ここだ、ケンブリッジ警察署にファーストトラベル。さあやってきた。雨が止んだ。誰かトラブルを予期していたが、ね、トラブルを呼び込んだか。もう外見から見たらもうね、かなりがっしりしてきたな。パワーマー、ケンブリッジ警察署。さあパラディンダンス。どうしたんだ、パラディンダンス。望むなら声こもってる。ポストはまだ空いているぞ。あ、パラディンダンスよりでかいな。誘いを受けよう。参加できることを光栄に思う。決心がついたようだな。ヘイレン、リース、偵察チームに加わった新しい兵士を紹介しよう。相当に見込みがあるやつだ。適切な導きがあれば最良の同志となるだろう。偵察チーム。偵察チームについて。偵察だって何を調べるんだ。気にしなくていい。まず私とリースの話を聞いて、それが終わったら全て説明されるでしょう。へえ、じゃあ残ると決めたわけだ。取るものを取っておさらばかと思ったよ。なんかリースって結構食ってかかる性格を持ってるようだけど、何が気に入らない。ここに残るのが気に入らないようだな。かもな。ミュータントやフェラルをぶっ潰すだけで骨が折れるって時だ。この上余計な厄介事を背負いたくはないんでね。リース、もうたくさんだ。好き嫌いに関係なく共に働くことを学んでいくべきだな。そしてお前の方も BOS の一部になるとはどういうことか理解しておく必要がある。我らは金で雇われた兵士ではない。一つの軍隊であり、厳格な倫理規範を命を懸けて守るものである。共にありたいなら、その心情に一抹の疑念もなく従わねばならないのだぞ。わかった。ダンスにはジョークが通じなさそう。わかっている。素晴らしい。とはいえ、お前がすぐにでも仕事を始めたがっているのはわかる。単刀直入に要点を言おう。何者であれ、私が配下に求めるのは二つ。誠実さと敬意だ。列を崩さず、共に歩む。命令を受けたら、それに従う。シンプルな話だ。さて、任務のためにお前をヘイレンとリースに引き渡す前に、
あと一つだけすべきことが残っている。これよりお前にイニシエイトの位を授けるものとする。まだ訓練段階の位に過ぎないため、これ以上のものを与えることは許されていない。称号かな。文句はない。素晴らしい。アドビクトリアム、イニシエイト。奴にはそいつの意味さえ分かってないんだよ、ヘイレ。アドビクトリアムとは勝利のためにという意味だ。我々の辞書に敗北という文字があってはならない。なぜなら我々は人類の未来のために戦っているからだ。我らの掛け声はお前のどんな武器より強い。そのことを忘れるな。あとは次の任務のためにヘイレンとリースへの報告を頼む。では解散だ。 BOS 偵察チームを支援する。ヘイレンとリースから受けるのかな。ヘイレン、一回これ脱ごうかな。スクライブ、今でもリースに冷たくされているの？最初の任務を受ける覚悟はできた？準備はもう OK。 何の仕事だ？そもそもスクライブは BOS のために何をしているんだ？パイロットや兵士があらゆる任務を行うために必要なことすべてよ。科学調査、修理、戦術計画ありとあらゆること、技術的な仕事すべてを行っている。もちろん私はフィールドスクライブだから兵士たちと同じ戦場にいる。だがたまにはトリガーを引くのもいいものよ。いずれにせよこれ以上退屈な説明はしない。任務を開始する用意はいい？準備完了だ。よかった。やってもらいたいことを説明します。 BOS の最重要任務の一つは、爆弾が落ちた時に失われたテクノロジーを回収し保護すること。回収してもらいたい異物の場所を記したリストがある。回収したものはスクライブたちが分類し詳しく調べる。ほら、これで最初の異物を見つけるのに必要な情報が全てわかる。幸運を。気をつけて。マップがアップデートされた。クォーターマスタリー、異物、クエスト、マスパイクトンネルで触覚ドライブを回収する。ハイテク機器の一部を回収してくるという任務。場所はここか。ダイヤモンドシティ付近だな。じゃあそっちの方までファーストトラベルしていこうかな。ヘイレン、できるだけ早くあの異物をここに戻すように。悪い奴の手に渡ったら大変だからね。オッケー。リースからもなんか任務受けれんのかな。よ、いいからはっきり言え。え、何を企んでいるんだ？何も企んでないよ。企んでる？どういう意味だ？いつもなら一目見ただけでどういう人間か判断できるんだが、あんたは違う。それが気になって仕方ないんだ。あんたは軍隊っていう感じじゃない。一匹狼だ。だからわからないんだ、あんたがどうしてここに残っているのかがさ。欲しいものも手にしたのにどうして出ていかないんだ？協力してあげようとしてるだけなんだけど、信じてもらうには。信じてもらうにはなんて言ったらいいんだ？何を言ったって無駄だ。信頼は行動することで得られるものだ。それ以上でもそれ以下でもない。いいか、ダンスがあんたを信頼してるから多めに見てやる。だが規則に従わずブラザーやシスターを危険にさらすようなことがあれば、あんたを必ず後悔させてやるからな。ではすぐに任務を開始するか、ヒーローさん。準備はできてる？準備はできている。よく聞け。好き嫌いはさておき、我々の最重要任務の一つは連邦にゴミどもを近づけないことだ。つまりミュータント、グール、人造人間、クソ知識人どもがおもちゃで遊び始めた時に生まれたアボミネーションのことだ。この任務はシンプルだ。ターゲットまで送ってやるから、奴らが故郷と呼ぶもの全てを消せ。必要な情報は全てここにある。仕事が済むまで戻るな。クリーンシングザコモンウェルス、カレッジスクエアを相当する。リースはリースで別のクエストが来た。カレッジスクエアを相当する。あ、全て始末しろと。こっちは主にドンパチだ。とりあえずクォーターマスタリーをやっていくかな。
なんかバレンタインすげえくつろいでるけど。それじゃあ、まあ、とりあえず履いて、これ履いてダイヤモンドシティの入り口までファーストトラベルしよう。その馬力を頭にやるなよ。行くよ。さあ入り口までやってきた。雨が降ってるとこの水滴が顔につくんだね。まあ、武器はね、ピストル手動で使っていこう。こっちだよね。ちょっとよくマップを見ていかないと迷うんだよな。こっちだ。なんか犬がいるけど。あ、ドッグミートか。そうだ、ドッグミートが今、葉巻の匂いを頼りに、ケロックを探し当ててるんだっけ。あ、じゃあちょうど今、一匹で行動してるところか。とりあえずそれは任せて、付近まで行こうか。待って、誰か助けてって言ってる。怪我人がいる。あ、あれ、あ、行っちゃった。ちょっとするで。行こうか。待って、レーダーいる。まだコアは 90% ぐらいある。オーロラ、オーロラ強い。これ素手でも全然いけるんじゃないかな。どこだろう、トンネルって。ここか、ここだな。あ、ぬかコーラクアンタムがあった。あ、しかも2つもある。ゲッチュ、ここだな。ここで何回収するんだったっけ。触覚ドライブだ。こっちから入れる。お、グルワンギリ。さあ入ってこう。さあ入った。バレンタインも不気味だな。あ、ここは主にグールなのか。あそこだ。うん、グールだよね。ガード、ほら、銃をあんまり使う必要がないかも。フラッツはほぼゼロ。どんどん奥に進めばいいか。あ、豪華だった。わっ、出てきた。ほら、この剣はしばらく愛用できそう。まだいる。ほら、全然広まない。川浜、動く。回収、ハッキング。あ、ニックにもしかして代わりに。あのターミナルを解除できそうか。いい案だ。あ、ニックやってくれるんだ。できるか。セキュリティはバッチリだな。だがこうすれば俺も違うか。あれ、うん、あれニックいけるか。プロだよね。違うか、うん、お、いった。あ、なるほどね。それぞれ得意な分野とか持ってる人を一緒に連れてきたらこういうこともできちゃう。スキルドコントロール開ける。開いた、いいね。あ、ウォッカがすげえ落ちてる。ウォッカ回収して、あ、スティンパックもある。タバコ、ラッターウェイ、
これは反対側からの解除か。よし、バレンタイン。おい、何か必要なものがある。これを頼む。あれ違う。これは頼めないのか。なんかいるんだけど。自分で開けよう。素晴らしい。よし、ロック解除。しかし素早いもん。あ、バレンタインが喜んだ。こっちに相手、あ、パワーアーマーを設置できるところが。フュージョンコアありそうだけど、ない。モルラット、8個モルラットかもらって、核物質持ってる。ライト消したら一気に暗いな。負ける。お、フュージョンコアゲット。私です。あ、ローチ。ローチは料理してやる。これで予備のフュージョンコアをもう一つゲットしてしまった。チマーク。こちらも開く。あ、出ちゃう。出てきちゃったな。ボストン警察配給所。戻ろう、戻ろう。こっから出口にも行けると。一旦中の方に戻ろう。さあ、トンネル入り口付近まで戻ってきて、こっちの方行ってみるか。マップで言うと、このまままっすぐ行けば出てきそうだな。これ出てきた。外した。一旦ガードを挟むとね、モーションが少し速くなる。マネキンもある。ほら、まだいる。ん、強めのやつでもなかった。バッツ強化コンバットライフル。あ、バッツの成功率が上がる。レアな武器ゲット。ジャポン。まだ奥がある。うえ、なんだこれ。なんでこんなことになる。ここグールしかいないな、ここ。ほら、なんか奥爆発したぞ。他にアイテムは。あ、こっちにある。切る。まだいる。あ、なんか変なのいる。光し者、なんだそれ。すげえシンプルな名前。痛い。体力は全然減らない。ほら、光し者。どうした。よし、バレンタインも銃で応戦してくれてる。なんだこいつ、光し者。あ、ちょっとここラッツあるのか。放射能汚染がちょっとされてる。ここラッド X、 ショットガンシェル。そこに落ちてる。さっさと取っちゃおう。解除。開いた。素晴らしい。なんかいろいろある。全部持ってこう。これが触覚ドライブだ。変な形。さあ、スクライブ兵令に報告する。これで OK。 そこ生首とかもあるし、すげえ不気味だけど。奥行けんならもう、うわ、なんか人が引っかかってる。もうちょっと奥行ってみようかな。あかん、トラップある。マシンガンターレットあるじゃん。いやー、なんだよこれ。どうしてこうなった。
タレット壊しちゃうか。よし。あ、あれレーダーか。近接攻撃。ほら。どうした。ゴリ押し戦法。こっから先はレーダーがいるのか。レーダーが人殺してこんなことに。トラップはない。あった。バッツにトラップは反応するからね。これか。回収。もうない。窓奥がある。こっちには何もない。あっ、ノー、またあった。回復パワーマーなら一撃使用することはない。こっち側にも出口があるのか。ここでもうトンネルは終わりかな。できない、出よう。さあ出てきた。誰かいるのか。そう。よいしょ。グレネードかと思ったらグレネードじゃなかった。かっこ悪い。もう一個サービス。よし。あ、結構いるのね。いるね。ここ突破しちゃおう。あれ倒さないとファストトラペルできない。これ使おう。これライフルのハンドガンのスコープ版みたいな。死なない。いた。なんか爆発してる。腕が折れた。腕の骨が折れた。あ、貫通しない。どっか行っちゃった。トンネル東。よし、スコープ倍率が高い。まだいる。顔出せ。顔を出してこない。これん、あれいた。反対側の出口か。ここもレーダーがいた。アイテム回収しちゃおう。さあトンネルは制圧 OK。 じゃあ一回ヘイレンに渡しに行こう。ファストトラベル。さあ帰ってきた。あれ、ドンパチ音が聞こえる。とりあえず報告とアイテムを渡す。よし、お待たせ。センサー持ってきたよ。さっさとやれ。失礼します。この場所は勝手に片付いちゃくれないぞ。もうテクノロジーを見つけたの？持ってきた。ここにある。これはまだ状態もいい。ご迷惑をかけたことへの少しばかりの気持ちです。キャップゲット。ところでダンスが会いたがっていたと思うんだけど、彼のところに顔を出してきて。準備ができた頃に新しい任務を用意しておく。クォーターマスタリー、これ完了。ダンスが話したかった。その前にリース、相変わらず騒がしいけど、リースのクエストもちょっとやっちゃおう。リースのクエストはこれだっけ。クリーンシングザコモンウェルス、カレッジスクエア。あ、カレッジスクエアは確かここだ。すぐそこだ。こっちで、グールやらないやろ、相当してこいと。なら、これの出番でしょう。さあ、行ってみよう。変なこと言うんじゃない、バレンタイン。
カレッジスクエアあっちだよね。銃、あれ銃が出るとこね。あ、グールいる。グールこれでやっちゃうか。ほら、あ、まだいる。あれ、ニックやってる。視界に入んない。首取れた。さあ、パワーアーマーの残り残量がコア 50% 切った。下か。で、グールまだいる？いた。ガードして、倒す。まだいる。ガード。ガードしてノックバックしたところを倒す。まだいる。いた。強い。まだ湧いてくるな。ここにいる。もういない？うん、誰だあれ。あ、いる。ほら、あ、パワーアーマー入ってたら相手の攻撃によろめがないんだ。全くよろめがない。上から降りてきてんのか。ほら、まだいた。よし、どんどん湧いてくるな。この下まだもう一体いるっぽいけど、とりあえずいいか。ここのカレッジスクエアステーション、ここだね。よし、じゃあ今回ここまでにしようかな。まだちょっとサブクエストがまたまた長くなりそうだけど、ここ抜けない。じゃあ次回はもうちょっとこのサブクエストリースの任務を遂行して、そしてダンスと話をして、またダンスのクエストが増えたらそっちもやっちゃおうかな。まあ、一通りサブクエストに区切りがついたら、またメインクエストの方もやっていこうと思います。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。